悪い建物ゼロにすることは無理なんで、倒れてしまう建物の中で、御社制度っていうのもあるみたいですあ、ね。そうです。だから建築確認を取ってなくて、今回の地震が日本で起こっていたら被害はどれぐらいだったと思いますか？関連している質問ですけど、トルコでなぜあるほど多くの建物が倒壊したのでしょうか？ここでまず3つお話したいと思います。こんにちは、お元気ですか？こんにちは。はい、元気です。日本語が上手になりましたね。ありがとうございます。昔ね、知ってるから。何年前ですかね、もう10で、年前ですね。そうですね、10年ですね。ギュネスさんは日本に行って、私はトルコにずっといて。そうですよね。今、私はカナル D のテレビ局でして、トルコの。控室というか、あ、なんすかごい。個室ちょっといただきまして。お忙しい中、ありがとうございます。本日、1990年から30年以上、トルコのイスタンブールに在住している建築家、森脇義則さんとインタビューしたいと思います。森脇さんはトルコで定期的にトルコ人向けに地震のセミナーを開催しています。簡単に自己紹介お願いできますでしょうか？32年トルコにおりまして、まあ半分以上トルコ人だねってよく日本の方に言われます。トルコ人にはもう完全にトルコ人だなと言われます。仕事一級建築士ですので、まあ今回この大震災の関係で、まあ NHK さんとか新聞放送の方々インタビューを受けたりして、地震があって、まあ日本の建物が強いっていうこととか、地震に慣れてるっていう意味で、いろんなことで、まあ、呼ばれて、で、私はもうトルコ語、独り言、寝言もトルコ語になっちゃってますから、トルコ語で全部わーっとやっちゃうんで、トルコの方も、まあ、通訳を入れる必要が全くないですし、地震のための防災教育をずっと定期的に、2011年の、まあ、東北震災で、同じ年に湾で地震がありまして、まあ、その関係でずっと定期的に、もう10年間で400回以上で、450回に近いんじゃないですか。トルコ81のうち63の県まで、大学の、建築土木学科の講演依頼が多いですけど、まあ、全然関係ない普通の時もあったり、で、行くと、泊まる時には、もうその近くの学校、高校、中学、小学校、幼稚園まで行って、その時はまあ遊びの形で防災訓練をするというような感じで、啓発活動を行っております。実際、もう67歳でございまして、一応会社から60以降は毎年更新で、日本からの出向という、いまだに形で、まあ勤務させていただいて、多分今年あたりで終われば、まあもう自分で、自分の会社を作って、この今までのいろんな活動も含めて、まあ、自由に今度はできるんで、まあ、今ちゃんと許可をもらって地震防災とかもやってますけれども、今度はもう自分でやる可能性があるというのは言えますね。2月6日ですね、大きな地震があったと思うんですけそど、うです今回のね、地震はい。についてどう思いますか？地震の規模としては、エルジンジャン39ですね。1939年ですね。そのに次いで2番目と3番目、7.8と7.6ということで、2番目と3番目が、それも同日、朝の4時17分と13時35分、同じ日に、まあ、大規模な地震が起こった。さらにその震源の深さがですね、1回目が14キロメーター。まあ、例えば東北震災は30キロで深いですね。そうですね。で、2回目はもう7キロです。1回目より2回目の方が、マグニチュードでいくと7.8と7.6、0.2ですから、小さいんですけど、浅いんで、日本のように海ではなくて、陸地の方で直接地震の影響がありますので、規模が大きい地震になりました。街の中の半分が崩壊してしまった街もあれば、ほぼ80%崩壊してしまう、まあ、地盤が悪いようなとこですね。阪神大震災の時にも、液状化が起こるような、まあ、海岸近くのところとかが考えられまして、そういうところに立ってて倒れないようにもできるんですけど、その分ちゃんと地盤調査をして、その地盤に合った建物を建てなきゃいけないのが、そうはなってない。80%ぐらい崩壊してしまった町もありまして、で、その中でポツンとひび割れもなく立っていて、食器屋さんって言いますか、お皿をこう、例えばこれがお皿だとして、立てかけていたんですが、
倒れもしなかった。ですね、見ました、その写真。す見ごているんでですよす。ね。ただ私らから理屈を言うと、当然理にかなっておりまして、ここがいい地盤とします。ここまでが柔らかい地盤。ここからこう家が立ってるわけですね。ケーキがあります。下には机があるんで硬いです。で、ここのところにろうそくをこう刺します。ここ柔らかいんで、これを揺らすと倒れてしまいます。これを下の硬いところまでずっとろうそくを入れたとしたら、ここが揺れても、このろうそくは下の硬い板に支持されてるんで、もう動かないんですよ。そうですよね。地盤に固定されてるんで、いくら柔らかいのがあっても、この建物は問題ない。だからお皿が割れなかった、落ちなかったっていうことで理解できますよね。そうですね、確かに。柔らかい地盤に合った形で、その下まで行ったっていうのは、杭って、日本では杭とかパイルっていうか言いますけど、そういう杭をちゃんと処理して、下のいい地盤のところまで支ま持で。させる。建物は、もし例えばこの柔らかい土がなくても、空中に浮いてても、これは立ったまんまになれるんですよ。だからそこが柔らかい地盤があって、地震で揺れても、だから問題ない。他は上に立てたろうそくと同じように倒れてしまう。関連している質問ですけど、トルコでなぜあるほど多くの建物が倒壊したのでしょうか？ここでまず3つお話したいと思います。1つは建設業、建設会社。トルコの場合、ちょっと、建物でも土木の人が計算をする、建築の人は衣装だけっていうのが分け方がちょっと違うんですけど、まあ、いずれにしてもちゃんと資格を持った人が責任を持ってその会社で管理する。トルコはもう一番最初に会社を作るときに、食品、医療、建設ってつけちゃって、最初、食品やっててうまくいかなかったら、じゃあちょっと建設やりましょう。勝手にやれるんですよ。なるほでどでもすそのね。会社っていうのは管理できてないんで、そこに管理できる、資格が持ってる人がいないんで、もう、やったままの工事になっちゃってる。だから今、みんないろいろ、建設関係の人が、捕まってます。そうですよね、ニューちゃスんとで。管理できなかったっていうことで、と2つ目が、エンジニア、一級建築士とか建築士とか、そういう日本ではいろいろ難しい試験があるんですけど、トルコですと4年間、建築学科に行くと建築の仕事をできる、サインもできる。日本の場合はその4年間行っても何にもサインはできないんですね。で、その後に2年実務をして、設計事務所に行って仕事をして、その後に今度は国家試験を受けなきゃいけない。試験があるんですね。はい。二級建築士、一級建築士とか、まあ、クラスによって、規模によって、普通の民家だったら、住宅だったら二級建築士でもできますけど、たくさんの人が集めるようなとこっていうのは危険ですから、ちゃんと責任持って、一級建築士の人がやんなきゃない。大きなダムとか、道路とか、大きなものはやっぱり一級土木とか、まあ、いろいろ、種類もいろいろあるんですけども、まあ、そういうちゃんと資格を持った人が、やる。資格持ってる人も建築士でいうと10%、いい時でも10%ないと思います。だから100人受けて10人はまず受かんないで、例えば7人、平均すると7人とかね。だから難しい試験なんですね。まあトルコの方に言いますけど、よくお医者さんってトルコの場合は2年間、実務をしてからお医者さんになります。建築士とか土木の人もみんなやっぱり実務しないでサインをするのはちょっと日本ではこうです。で、私がトルコをこうしなさいっていうことはまあ言えませんけど、ただ日本の例としてはこういう事実がありますということで皆さんにお話ししています。ちょっと日本では絶対考えられないと言いますか、ちゃんと図面を書いて計算して、それを役所に届けて、で、許可をもらうんですね。チェックしてもらって、間違うときも当然ありますので、それはチェックしてもらって直して、もう一度出して、それが建築確認申請です。申請で受理していただいて、OK 出たやつで、その図面で実際の建設をします。建設をした後に、最後に、この建物を使っていいですよっていうのを、今度また検査していただいて、それが通った上で、建物に住んだり、工場として使ったりっていう形でやりますが、トルコの場合は、残念ながら、半数以上が役所に出さないで、勝手に作って、勝手に使ってしまってる建物で、1000万の建物が、全体の建物としては約2100万棟あります。そのうちの1000万っていうことで、40数パーセントですけど、少なくともっていう言い方してるんで、まあ、半分以上あるんじゃないかと
思われます。ろくに検査もしていない建物がいっぱいあるんで、ちゃんと残ってる、きちんとやった会社のやつは立ってるんですね。でも壊れてしまうのは、理由としてはその今言った3つのことが言えると思います。御社、制度っていうのもあるみたいですよあ、ね。そうです。だから建築確認を取ってなくて、まあお金を、これは租税の下とかじゃなくて、正式に特別税として、その数年間という形で、払って、だから領収書も出るんですけど、日本だと御社っていうのは、悪いことして、間違ったことをしたんで、刑務所に行きました、そこで5年ああ、間いそうなできゃいすないよんだけね。ど、ちゃんと更正して、自分自身をちゃんと直したんですね。直したんで、それはじゃあ、この人は、例えば、天皇のご結婚があるとか、なんかいろんなことがあって、誰かを御社してあげましょう、更正してちゃんと直した人が、御社としされて、るんですよね。その出る資格、3年間で出る資格をもらうんですけど、トルコの言っている御社っていうのは、建物に対して、これ崩れてしまうかもしれない建物に許可証を出してしまうっていうことなんで、じゃあ地震が来たら、まあ、実際去年、一昨年のイズミルの地震の時に、そういう御社でその確認申請をもらった建物が崩れてしまったっていうのこともあります。御社は、日本では考えられません。皆さんどう思いますかっていう投げかけに、ね、私がどのこのあんまり、言うわけにもいきませんので、わかりまあ、まそういしうおた。話をさせていただくことがあります。今回の地震が日本で起こっていたら被害はどれぐらいだったと思いますか？もう10分の1以下ですよね。日本の建築基準法っていうのは1981年に法改正になってて、残念ながらその前の建物まだ残ってもいますので、まあ、神戸とかは1995年に神戸大震災がありましたけど、その時にやっぱり81年以前の建物っていうのは、1階が崩壊して、ただトルコみたいにこうパンケーキになってません。1階だけが潰れてしまったっていうのはいくつかありました。日本で、まあ、どこの場所にもよっても違いますけど、今回はかなりの地方都市ですけども、地方都市であって、ただ、10件にも広がったっていうのは、11件っていうと、日本でいうと、関東と中部と関西まで行った、そのぐらい大きいエリアなんですね。そうでだすよから、ね。規模的には表面に近い地震だったんで、それも直下型だったんで、規模は大きくなりましたけど、ただ、それでもちゃんと残っている建物があるということは、ちゃんと施工していれば、責任持って、管理してやっていれば、実際にトルコでもちゃんとやった人の建物は残ってますので、そうでそうすいうよ意味ね。からすると、日本はちゃんとやってますから、まあ、せいぜい10分の1とか、もっと少ないかもしれませんね。そうですよね。免震装置がなくても倒壊しない建物が作れるみたいですか。何に気をつけるべきでしょうか。例えば病院はトルコも免震装置をつけなさいっていうことになりました。100床以上、100ベッドよりも大きい、病院はつけなきゃないっていうことになりました。日本ですと、当然、政府関係の建物とか、学校とか、そういうところは、免震とかがついてますけど、一般的なマンションも最近はもう80%ぐらい免震ついてるんじゃないですかね。トルコはまあ一切またついてない状態で、あ、病院だ全けが。くないんですね。病院と、あと空港とかは柱の上にあったり、数える程度のものしかないです。先ほど言ったように、地面まで長い棒で刺したらいけるとかありますよね、免震なくても。それは杭ですので、当然その地盤調査をちゃんとして、日本だと常識です。地盤調査をちゃんとして、地盤が一番大切ですので、地盤の部分をちゃんと改良した段階、状態で上の建物。だから上の建物いくら丈夫でも、下の部分が柔らかい土の場合は、倒れますよ破ね。損とかが起こりますので、今のように、杭というものをつけたりします。イスタンブールで大きい地震が起こると言われています。トルコは地震国ですので、イスタンブール以外でも地震があると思いますが、今後の地震に対してしなければならないことは何でしょうか？まずだから今言った3つは直していかなきゃいけない。都市開発っていうんですけど、まあ、悪い建物を補強したり、悪いのはもう壊してもう一回作ったり、もう一度作ったり、まあ、そういう都市開発で補強していく。トルコ人ってどうしても壊しちゃって新しいのを作ろう。そうすると、コスト、お金もかかるし、そうで時す間よもね。かかっちゃうんですね。と、都市開発が進まない。すぐはその悪い建物をゼロにすることは無理なんで、その間、じゃあ、倒れてしまう建物の中で、どうやって対応しなきゃないか、地震の前に何しなきゃないか、地震の時に何しなきゃないか、
っていうのを、私もさっき言った、啓蒙活動で地震防災公演という形で、まあ、ずっと400回以上やってるんですけど、まあ、それをだいぶ行ったとこの教授とか建築の関係の人、私らもじゃあやろうということで、やってだいぶ広がってはきてるんですけど、もっとやっぱりきちんとやんなきゃいけないなっていうのはあります。イスタンブールにある建物の70%がその地震があれば倒壊する恐れがあると言われていますと、これは本当でしょうか？70まではいかないと思いますけど、まあ、50%以上かなと思いますけど、丈夫そうに見えてても、くっついちゃってる、隣の建物があって、この隣の壁を型枠代わりに使って、全く隣の壁が自分の壁に使うということで、こっちの建物が倒れたときに、こっち側に張り紙が貼ってあったり、いろんなものがあったり、そうですよ完全にね。もう、日本の場合ですと、これくっついてるとトルコ人は間違って理解してまして、お互いにサポートをしてくれるっていうふうに思ってます人が多いんですけど、そうじゃなくて逆にいじめ合うんですね、いため合うんですね。だから日本の場合は必ず1メーターは離します。火災の関係もあるんでもっと離しますし、当然高い高層ビルですともっと揺れるんでもっと離していきます。まあ、それはその設計の段階でどのぐらいの高さなのか、条件がどうなるかし、材料がどうなるかによってまた違ってきますけれども、今からその50%の家を直すことができますか？全部建て直したりしたり補強とか。間に合わ時な間いでかすよかりね。ますよね。間に合わないですね。まあ、この間大統領は1年間でやってしまうって、まあ、別に批判はしませんけど、ただ今やったようなことを、日本でも仙台石巻とか福島とかこうするときに1年では終わってません。要は沼地みたいなところで建物があったんで崩れてしまった。だから次やるときに沼のところでもやれなくはないです。もちろんさっき言ったように杭を打ったりして下に支持させてやればできますけど、お金も時間もかかるんですね。その山側の方に、まあ、今回政府系の建設会社がやった土器っていうところがやったところは、やっぱり山の途中なんで地盤のいいとこなんで、よかっ壊れたてみなたいんいでですすよね。ね。そうです、そうです。まあ、土器がそのまま地盤の悪い方だったらどうだったかっていうのはまた別の話なんですけども、なるほどまあ、ですね。土器もそれなりに管理きちんとしてますし、政府系のですから役所にの許可とかもちゃんと取ってるんで、だからそれなりにやってますんで、まあ問題ない。99年の地震の時も、イズミットではそういう形でやりました。山の方にどん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 作ってって、海側の地盤の悪いところはもう工場とか会社とかそういうことにして、お住まいは皆さん上の方という形にしましたんで、まあこちらでも特にハタイとか、かなり被害があったようなところはそういう形にしなきゃないなと思いますし、まあそういう話をさせていただいてます。自分の建物に耐震性があるかどうか、どうやってわかりますか？申請したらいいですか？どこかに。そういうのを確認する会社、まあ弊社もやってますけれども、そうあでとすか。まあ弊社の一緒にやってる会社とか、そういう会社もあるんで、まあ例えば日本人学校が移転するとか、でも実際どうなんだろうっていうのをやったり、あと移転したこともあったんで、その時は弊社がやって間違いないですとか、足りない部分はこういうところですので直してもらってくださいっていうことでお願いして、実際にも直してもらいましたので、今の日本人学校は地震が来ても大丈夫です。森脇さんに頼めば耐震性のある家を設計したり、コントロールしたりとかしますか？一応、うちの会社は、まあ一応、一般の人との契約っていうのはできないんそうで、なんですまね。あ、年齢私も67歳なんで、完全に会社を離れたら、まあ私もそのままトルコで最後までいるつもりしてるんで、実際その後は、まあ私トルコで、まあ新しく来る日系企業さんのためにいろんなお手伝いをしたり、日本とトルコの文化交流ということで、ね、ユネシさんも後ろに旗を上げてますけど、私そうでもすね、ね。ここで常にいつもトルコと日本の旗の、バッジをつけて、あとこちらはアタトゥルクです。最後の質問です。トルコと日本でそれぞれ地震が起こったらどうしたらいいですか？命の三角形について教えていただけませんか？命の三角形はトルコ、もしくはメキシコで、日本では机の下で建物は崩れないんで、です内よ装ね。の天井材とか、照明器具とか落ちてくるんで、机の下でいいです。ただ、トルコに、日本の方がトルコに来た時に、机の下ではなくて、机の横の方がいいです。まあ一応、頭と、あとここも大切なんで、ここと両方押さえて、ライフ・オブ・トライアングルって言ってますけど、命の三角形。
そこに隠れる。要はベッドとか長い子とか棚とかが、倒れてきても三壊角れ形てがでしきまう。ますね。そうですね。建物が崩れてしまっても、コンクリートが落ちてきても、やっぱり同じように三角形できますので、それとあと72時間っていう3日間しか人間は水なしで生きていけませんので、ペットボトルを置いておいてもらうのと、あと笛を、ただ、笛をむき出しだと、崩れた時ってすっごい埃になりますんで、詰まってしまうから、一応ナイロンの袋に入れた、で、笛。で、まあ、子供たちには、まあ、首からぶら下げてもいいし、キーホルダーで入れてもいいんですが、まあ、紐だけ外側にして、やっぱりこういうナイロンで囲ってあげると、一番いいと思います。それと、あとは、チューブ型のチョコレートがあります。ちょっと柔らかい。歯磨きみたいな感じの、チューブ付きのやつに、チョコレートとか、蜂蜜、すごくカロリーがあって、やっぱり日本だとカロリーメイトとか、まあいいんですけど、もうそういう精神状態がひどい状態で、パサパサしてるんで、食べれないんですよ。そうで実際、すよね。2011年の時も、そういうのカロリーメイトがあって、食べようとしたけど、ほとんど1枚も食べれなかった。こういう今の言ったようなチョコレートだと、まあ、それなりに食べれますし、栄養が非常にあるんで、それはおすすめだと思います。わかりました。ありがとうございます。最後に伝えたいことがございますか？非常に的確な質問ありがとうございまこす。ちちらょうこどそ。今、トルコでもいろいろ質問されて、ちょうど1ヶ月前に私、カフラマンマルシュに行って、そうそでのす時か。に、SNS でかなり拡散されてますけど、ちょうど1ヶ月前に日本人がここでも起こるので気をつけてくださいというふうに、まあ確かに言ったんです。まあ、マルマラ海とエラズニ海と東アナトルヤ断層が割れ始めたんで、ここも来るかもしれませんよと、準備をしておいてください。今ちょっと言ったようなこととか、自分のところの地盤がどうなのか、建物が無許可でないのか、そういうのを調べておいた方がいいですよ。日本人っていうのがあって、地震国の人だっていうのと、そうまあ、ですよ建ね。築の専門家なんで、で、まあ、お話を何回かしてると、的確に一応ね、今のような話をするんで、それで向こうは、あ、次私もほとんど毎日そういう感じで、人助けはいいけども、私たちも助けてくださいと、女房子供に言われてしまいました。森脇さんの SNS を概要欄に載せてもいいですか？あ、全然問題ありません。わかりました。それではじゃあ森脇さんのインスタグラムを概要欄に載せますので、よろしければフォローお願いします。またトルコ大地震関連の募金ができるリンクを概要欄に載せていますので、よろしければご覧ください。またシェアお願いします。キャンズイバクン、ギネシグナディルン、バイバイ。이긴데이긴날